浮島神社は、熊本県上間敷郡鹿島町にある、夫婦神を祀った神社。正式名称は、浮島熊野座神社。地元では親しみを込めて、浮島山と呼ばれている。正確には、島ではなく、半島のように池に突き出た部分に神社が鎮座しており、対岸から眺めると浮島のように見え、五福島神社を彷彿とさせる。また、周囲は、 浮島周辺水辺公園として整備されている。伊沢蘭の御子とザナミの御子とを祀る。平安時代の長宝三年、この地を治めていた陽家三代名、大三郎直久は、湿地帯のため五国の収穫が思うようにいかないため、屋敷神である熊野座神社に日夜祈っていた。ある夜、枕元に熊野の神が現れ、屋敷の北側を掘れ、 との教えを授けられた。そこで、掘ってみると、みるみる周辺の水が集まり、大きな池になった。おかげで、湿地から水気がなくなり、作物の収穫が上がり、皆喜んだ。その晩、黄金色に輝く、大きな石が池に現れ、人々を驚かす。これを、カブトイシと名付けた。カブトイシは、現在も池のどこかに沈んでいる。その日から、 ひっきりなしに、人々が見物に来て、賑わった。兜石をご神体とし、屋敷神を神社へと移行し、伊、王三郎自身が、神主となった。以来、千年、伊王家が神職を担っている。現在の宮司は四十一代目。古事記の通り、この日本国をはじめ多くの神々を、大見になられました仲の良い夫婦神のため、縁結び、夫婦は豪、子だから、 安山、初宮茂で、金井安全、自鎮祭に大吉。また、小神のイザナギの御事は、慶を発明した神のため役払いにもご利益がある。浮島は、台風などの大雨でも水に浸からないため、浮き沈みの激しい業界では、縁起を担ぎお参りが多い。浮くということから、営業成績、病気がちな身体、成績などが浮上する、浮き守りが有名である。 また、病気、悪い癖などを抑える封じ守り、自転車歴20年の偶事とフェイスブックの友達で作った自転車守りも人気。例祭は9月15日。1月7日の七草粥は、神社の新宣伝で作った赤米、黒米でお粥を作り、参拝者に無料で振る舞う。大変な賑わいである。12月31日のおきび玉祭りは、 水に浮かべると点灯するろうそく型の LED を浮かべ、来る年の幸せ、縁結び、家内安全を祈る神事は幻想的でとても美しい。東日本大震災発生から義援金を集める神事として採用している。平成24年3月11日にも実施した。ありがとうございます。